正門のコーナーです。今週はゲストをお招きしておりますよ。桂啓二郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お仕事でご一緒させていただくのは実は初めてですね。そう、上方落語を聞く会の時に鳴り物で入ってくださってて、でなんなら私講座にあの時出させていただいて、僕の出囃子で、そう、僕の出囃子言うのもおかしいけどもありがとうございました。ありがとうでもないです。だからあの時以来ちゃいますから、うん、共演っていうかお仕事させていただいて、ね、あれを共演と果たして言っていいのか、もちろん共演ですよ。ありがとうございました。初めてお越しいただきまして、とうとうです。ようやく嬉しいです。ありがとうございます。落語会はねよく見させていただいてまして、啓二郎さんの落語大好きなんですけど、ありがとうございます。入門11年目に、11年目ですね。そうです、ね、今だから丸10周年になられたということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。どうですかこの10年、米團治師匠に入門されて10年経ちましたけれども。いやもうほんまに今までの人生の10年の中で一番あっという間の10年っていうか、まあまあそれはもう皆さんそうかもしれないんですけどね、ほんまにもうなんかな、何やってたやろうなってちょっとやっぱ振り返って、38歳で今ね、はい、私同世代なんですけど、38歳で10年ってなると、あれちょっと年齢的に遅くに入ったんかなっていう、ね、そうですね、基本的に今の人たちは大卒なんで23のなり、うん、3になる年でね、うん、入門される方多いですけど、私28で入門したんで、はい、やっぱりちょっと人よりは遅いですよね。何されてたんですかその間。だそもそもがその僕大学行くまでにちょっと時間かかってて、うん、その高校卒業してからちょっとプラプラしたり働いたりで勉強したりして、うんうん、結局同世代でいうと4浪の年で入門、あの大学入ってるんですね。なるほど。で大学入って、大学はもう普通にストレートで卒業して、うん、その後就職して1年間だけサラリーマンやってからの入門なんで。サラリーマンやってはったんですか。やってました。何やってたんですか。不動産です。不動産いそう売れそう。いやいやって言いますよね。ほんまにね、ほんまに言うたら、うん、その不動産の中でも、うん、その言うたら投資目的の方の不動産なんで、基本的にはゴリゴリの営業なんですよ。もう、うわ大変やったでしょ。もう一日何百件電話かけるとかそんなの。しかも1年目ですもんね。大変ですよね。ノルマとかもあったりして、まあ、ありましたし、うん、まあ、それが達成できひんかったからといってペナルティとかではなかったんですけども、やっぱゴリゴリの営業会社っていうのはもう結構きついですね。うわ大変。そっからなんで米團治師匠のところに行ったんですか。これがもうなんで、まあ、そもそもがその、就職した時からサラリーマンずっとおるつもりはなかったんですよ。何かしらフリーの仕事なり一人でカンマ上げてできる仕事ができたらええなって思ってる中で、まあとりあえずお金貯めるためだけにもこのサラリーマンとに一生懸命やらなあかんわって思った、入社してから1ヶ月ぐらいのある日ですね、はい、家で寝転んでたで、うん、ふっとあ落語家なろって思って。なんで急にいやこれがねほんま覚えてないんですよ、でもなんか思いつって、あそうや俺落語なろって。落語好きやったんですか。全然嘘でしょ。ほんまにだから自分で落語会にも行ったことなかったですし、まあ知ってるって言ったら、そのだからドラマで知ってる、テレビでちょっと見た、あとはうちの母親が紫爵師匠好きやったんで、あの DVD 欲しいわ言うから、ほなまあまあ給料も入ったし買ってあるわ言うて、うんうん、DVD を1枚ずつ買って、でそれを横でなんとなく見てるとか、うん、それぐらいの、うん、ほうそれなのに、うん、急に自分がそれを職業にしようと、しようと思って。不思議やな、なんか降りてきたんでしょう ね。まあまあ、ただなんかおこがましい話ですけど、やっぱ素人考えでそのドラマとか見てる時から、あ俺多分これできるやろうなと思ってたんですよですね、素人考えなんでね、うん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 、素人考えなんで、うんうんうん、できるやろうなできるやろうなと思ってます。やってみようかと、うん、でも入門せなあかんなるにはね。そうです。で選んだのが米團治師匠、桂米團治師匠行ったのはなんでなんですか。そもそも、うん、まずそのなろうって思ってから、まずもう上方落語は実は頭なかったんですよ、うん、落語イコール江戸やと思ってるんで。ああ、うん、なるほど。全然その時僕桂米朝の名前も知らなかったんで、紫爵さんの方は知ってるけど、で東京行って、で1回だけ東京その浅草演芸ホール演芸場行って、なんか夏お盆ぐらいのやつやったんで、はいはい、なんかすごい特別興行みたいなやつでしたけども、全然なんかピンとこなくて、でうわなろうと思ったのはええけども、これ師匠を選ばなあかんって言って、もう全然ピンとけえへん誰もって、どないしようかなって思ってる時に滑らない話で、はいはい、
お亡くなりになられた円楽師匠が一回出てはった時があって、でそこでうちの師匠の話をしてはって、もう失敗談なんですけどね、完全な、うんうんうん、失敗談をしてはって、そで、まあ、失礼な話、そこであそれだ昔このちっちゃい時からこの人テレビで見てたわって思って、一回 YouTube 調べてみようって思って YouTube で動画が出てきて、うん、まあ、その親子茶屋っていうみたいなんですけどね、それを見た時にこれや、へー面白いって、ね、出会えたってなったんですね。なりましたね。もうだからその落語、この人の弟子になりたいとかじゃなくて、今目の前で起こってるこれをやりたいって思えたんで、親子茶屋をやりたいと思った、うん、その師匠が今目の前でやってはるこれを、はあはあ、うん、そっから見に行ったりしたんですか。あ、もうそこからちょっと見に行きました。で実際にやっぱええなって思って、思いました思いました。やっぱりもう出てきはった時のそのなんか雰囲気とか、ね、花のねあるあのオーラね、うん、すごいですよね。うわほんまもやーっていう。あーそっか。えで、お願いしに行ってすぐ受けてくれたんですか。これがすごいですよ、うん、まあはまあまあ、厳密な話をすると一回お願い、一回その落語会終わった後に、うん、それもだから1年経ってたんで、うん、まあ、その翌年の4月でしたけども、うん、落語会見に行ってから、うん、でちょうどその出てきはった時にお会いすることができたんで、あの今日見てましたっていう挨拶だけして、はい、あ、またお願いしますって言って、そこで別れて、その時にはじゃあ何も言わなかった、ね、言わなかったの。へー、まさかそんな出てくると会えると思わなかったんで。そっか、ドキ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 してね、声かけるだけで、ね、精一杯ですよね。バックバックンして、うん、でそれの2週間後ぐらいにまたゴールデンウィークの時があって、今度はもう絶対ちゃんと言わなあかんと思って繁盛出て待ってて、うんうんうん、で、あのこの間お会いしたもんですって、うん、ああこの間はって、で実はちょっと弟子志願でしてって、この手紙読んでいただけませんかって手紙書いていった、はい、あのまたあの、うん、あ分かりました、じゃあ明日道楽亭であるから、うん、そこも一回来てください、そこで一回話をしましょうって言って、うん、話をさせてもろうたら、その実はその時に、うちで修行中の弟子がうち兄弟子2人いてたんですね、はい、はい、段次郎さんと、そう、米木が、はい、いてまして、はい、で実はその志願しに話をした翌日が段次郎兄さんの年季明けの日だったんですよ。あー、なるほど。ちょうど今うち一人卒業するからタイミングいいな、まあ、あなた、まあ、一応枠はあるから、うん、手紙も読んでもら読ませてもらいました、うん、一生懸命やってくれそうやから、まあまあ、あのこうこうこういう条件ありますけども、うん、よかったら、お母あの親御さん連れて挨拶に来てください。親御さん連れて、はい、はあ、やっぱりその親同伴で一応話をして、あの、はあ、預からせていただきます、預かりますって、いやそこでノーって言われたら、ね、今の慶次郎さんないじゃないですか。ちなみにでもその入門志願させてもらってから、うん、10日後にその親と一緒に挨拶行かせてもらった時にはもう名前ついてたんですよ、慶次郎って。珍しい。それ多分僕が一番最速パターンやと思います。そうですよね、うん、普通はだって入門してからも1ヶ月2ヶ月3ヶ月って見習い期間があって、ね、まあいけるかなってなってから、うん、あのじゃあ名前つけます、うん、入門認めますなんですけども、うん、僕はもうなんかもう、うわそれ信頼されてますね。いやでもそこからはやっぱりちょっとしくじり倒してたのに怒られましたけども、そんな感じないけどな。それはまたもうここでは喋れないんで、また予想で、また YouTube で、はい、YouTube で聞きますね。じゃあいやだって慶次郎さんはどっちかって言ってもきちっきちっとしてる、さっきのその不動産の、あの営業ですって言ってる見た目ぴったりなんですよ。いや、まあ、タイプ抜けてますよ。それはもう、仲間内というか、まあまあ、師匠、特に師匠とかも聞いてもらったそうで、事務所の方に聞いてもらったのも分かりますけども、この間も航空券なくしましたし航空券なくしたら乗れないじゃないですか。そうそうそう、航空券なくしたと思って再発行かけてもらったら胸ポケット入ってましたね、うん、あ、そういううっかりなところもあるんですね。やっぱりね、僕はそれが僕やと思ってますし。ああ、なるほど。そんな慶次郎さんが初めて、はい、天満天神繁盛亭でご自身の会を開催されるということなんですが、3月4日の土曜日夜6時開演で、繁盛亭はね、はい、10年にならないと、入門10年にならないと借りることができないという決まりがあるんですよね、はい、それが10年経ちましたので、はい、初めておめでとうございます。ありがとうございます。桂慶次郎落語の会特別編ということなんですが、はい、これは特別編とついてるということは、普段いつもやられてる会をブラッシュアップしてということになるんでしょうか。そうですね、うん、はい、いつも、まあ、大体3月7月11月と春夏秋っていう形で年に3回、うん、道楽亭という雑魚場師匠が席で勤められているところで、
あの大体まあ80人ぐらい入るところのスペースですね、うんうん、まあ、そんなに普段入らないですけど、そこでやらせていただいてるんですけども、今回はその、そこでやったネタの中からもピックアップして、おネタは全部出てます。コアカスガイ七段目、はい、みかんや、はい、だ七段目とみかんやは多分見たことあると思うんですけど、はい、コアカスガイは慶次郎さんの初めて。そうですね、まだ僕自身もまだ2回ぐらいしかやらせてもてないですね。ほんまですか、はい、人情話。そうですね、まあ、まあ、元が雑魚場師匠のやつなんで、うん、あの言うたら随所にちょっと笑っていただけるような部分はあるかと思うんですけども、うんうん、意気込みはいかがです。そうですね、もうでもとにかくあのいつもはこの桂慶次郎落語の会はちょっとチャレンジングな形でやらせてもってて、うん、で結構あのこれプラステーマトークとかもやってて4席でやってるんで、体力がもうほぼゼロに近くなるぐらいやってるんですけど、今日はもう今回はこれ3席でしっかりと余裕持って、はい、で期間も余裕持って、でもあのじっくりと分析研究しながらやらせてもらってますんで。なるほど、はい、ゲストに桂南天さんをお迎えしてということで、はい、3月4日土曜日の夜6時開演です。天満天神繁盛亭で前売り2500円ですので、ぜひとも皆様遊びに行ってくださいね。それでは慶次郎さんがどんなしくじりをしたかというお話は YouTube の方でたっぷりと聞かせていただきます、まあ、そして慶次郎さんが落語に対してどんな思いを、ね、持っているかというのも聞かせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。桂慶次郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。では桂慶次郎さんに YouTube の方もお付き合いいただきます。お願いいたします。お願いいたします。では満を持して失敗談を。いやいやこれがねだから、うん、ほんまにね、うん、この人に話して笑っていただけるような失敗談やったら失敗してよかったなとか、うん、なんかそんなんなるんですけどもね、はい、なんかすごい細かかったりとか細かいの続いてたりとかで、正直それは師匠腹立つやろうけどもネタにもならんなっていうのがあったりとか。なるほどなるほど。するんで細かいですね。なんかね、うん、昔の写真見たらね慶次郎さんね丸刈りなんですよ、はい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 、それってなんかしくじったんですか。あれはあの時はちょうどその寝坊が重なってしまった時やったんですよ。寝坊ね。一回寝坊してで師匠すんませんって言ってで、まあちょっとうちは米朝師匠の厚木というのもあったんで、でも寝坊に関しては割と師匠も寛大なところがあるんですよ。でさらにはその寝坊したから師匠怒るというよりもその夜あの君寝不足やろうから今日はもう早く帰りなさい、早く帰らせてくださったんですよ。ただ次の日がね5時半とかに師匠の日家にお家に行かなかったお迎えに行かなかったんですけども、あの寝坊したんですよ5分か10分ぐらいちょっと遅れてしまって申し訳ございませんってやったも師匠がこうあのもうええみたいな感じになってはって、でその時に僕もねうちで修行中ってねみんなやっぱ怒られるの嫌なってくるんで、いやそれはね続きますからね、続くとほんまにもう嫌や、もう今日なんかもう怒られるの嫌やって思って、どないしようか、どないしたらええかな、坊主にしようって。それでちょっとまあ自分の誠意を見せる。そうです、うん、怒られる前に頭先見せとこうって思ってすいませんでしたそれでも笑ってくれそう。いやあのねそれフィルムだから空港まで送らなあかんかったんですけども、はい、空港までお送りして、はい、夕方になったら帰ってくると、はい、でその夕方帰ってくる時もねちょっと段取りが悪くてね、はい、迎えに来なあかん窓、うん、のとあの折り口がどこかわからんくなって、はい、うんうんうん、お前今どこにいてんねん、うんうん、いやいやすいませんなんでそんなとこおんねんみたいなことなりながら、うん、もうね遠くから見つけたらねやっぱもう怒ってはるっていうのが分かるんですよ。嫌やなって思いながらでも僕もニット帽をかぶって準備万端なんですよねニット帽をかぶって準備隠しといて、うん、君お前なって言われた時一緒申し訳ございませんでしたって頭を見せたら短くなったな短くなったレベルじゃないねお短くなったなっていい人やなやっぱりねえ。うちの師匠はできるだけ髪の毛はもうその修行中なんかはさっぱりしてる方が絶対ええっていうお考えの方だったんで、うんうん、あそれはもう君よう似合ってるでって可愛らしい小坊主さんみたいな感じで、うん、ね、可愛らしい。で僕自身もやってみたらすごい、うん、なんかあこんなに楽子供の時以来やったんですけどね、自分の意思でやったんてもう生まれて初めてやったんですけども、うん、こんな楽なんやと思ったら、うん、もうそこからしばらく丸坊主っていうか、へえ、それでああいう写真が残ってるんですね。そうなんですよ。
今なんかこうきっちりとした七三みたいな感じで、もうあれですけども、ね、けど教会に多分そのねプロフィールの写真として残ってるんですよね、うん、教会の関係で、うんうん、あのもう新しいの出してんねんからいい加減使わんといてほしいなって思うんですけど、ね、いやらせちゃう、ね、ほんまに、ね、っていうぐらいあれはちょっとインパクトありますほんま誰やねんってなるでしょ、うん、なるなる出てきた時にあれちあ えってそうそうそうなりますけどいやそうでしたかまあまあでもね、うん、あのそんな細かいことだったらまあ大きなミスっていうのはこれまでなかったわけですね車は2つともぶつけましたね、うんやってますあのうちの師匠の車と、米朝師匠の車とうわ米朝師匠の車はもうほんまにヘッドライトの部分ガチコーン行きましたしうわいい車でしょだってセルシオですうわお米田師匠もだって会社とかベンツ乗ってありました、ね、でねうちの師匠のベンツはうちの師匠には被害がなかったんですけどね、うん、違う人の車にぶつけてしまってその違う人の車がポルシェやったんですうわえらいこっちゃそれどうしたんですか？いやもうだから保険保険まあ、まあ師匠がもうしゃあないよ、うん、俺がって言ってうわなんかもう、前にトランクついてるやつなんですかねうわ何それあのポルシェってねそんな後ろがエンジンで前がトランクっていうそんなんなんですか、うん、でほんま軽くなんですよ軽くコツンぐらいやったと思うんですけどね、うんうん、もうあの持ち主がいやあのこれが開かなくなったうわやらかしましたねやらかしましたそれは、うんなんか聞い取られてたんですねいやもうそのまあ言うたらその日あのもう運悪かったって言うたらあれなんですけどね、うんうん、運転がうまくなかったのももう隣にミニバンでっかいの止まってるわで前にこの顔の長いポルシェがあるわでこっちにも行かれへんしどないしょみたいな状況だったんですよちょっと焦りますよねそういう時ね、うん、でもそういう時に限ってなんか早い行かなあかんのにみたいなね、うん、ありますねいけるかいけるか行ってまえゴンやっていや行ってまえやって行ってまえで当てちゃったあらららまあでもそういうことはやっぱり修行中に経験して、うん、でそれでいろいろ怒られて大きくなっていくんですかねできれば経験したくないですよねでも怒られるのはねやっぱりね、うん、皆さん常ですから、うん、そうですね、まあまあ当時はやっぱ怒られるのもやっぱ大きな仕事のうちやっていう、うんねうんうんうん、まあそんな言ってたらまあご迷惑をおかけしてるのに申し訳ないですけども、うん、でも師匠そういう時もなんかやっぱかっこいいですね俺がやっとくよって、うんね、かっこいいですか師匠そばで見てたらかっこいいですよまあ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 そのあのかっこ悪いとこも行さんありますけどもまあかっこ悪いって言い方ある愛嬌のある愛嬌のある、うん、かわいらしいところ、うん、決してダサくはないですからねいやそらやっぱり私はやっぱ客席から見てて米田師匠が出てきたらもうなんか花がやっぱり咲いてる感じがしますただでもあれですよ私服なりはったらもうエリカってこんなんとかもうシャツとかしょっちゅう出てはるしなんかそれはありますよそういうのはそれで可愛いと思うんですよね我々ねやっぱりね、うんまあ、たまにですたまにですけどもお会いしてからしょファスナーがこっそり、うん、そうお伝えするのも弟子の務めなわけですね、うん、へえいやでも10年やっぱりね師匠についててやっぱりこの人に入門してよかったなって思うとこってありますか？まあもうそうですね、まあ、具体例なんか挙げれたらいいんですけどそもかくがあるのが、まあ、うちの師匠に入門させてもろたからっていうのがありますんでねなんかどれをって言うてしもたらええのかでもまあ、うんまあ、でもとにかくやっぱりあのあれです、あの時受けた感動を与えてくださったのが師匠なんで、うん、でもまあ言ったら最終目標もそこですから、うん、それが一番いいとこじゃないですかねあじゃあやっぱり米田師匠の、 あの親子茶屋を見た時に受けたその感動を同じように自身も体現したいってそうです、ねうん、いうふうに思ってらっしゃる、うん、まずその第一弾がこれですよはい、桂啓二郎落語の会特別編3月4日土曜日のテーマ展示繁盛亭夜6時開演ですのですごいですよネタ3つもねされますから小赤須貝七段目みかん屋え全部米田師匠に教えていただいたネタみかん屋だけ違いますねおーこれは塩大師匠ですあ塩大さんのへえでも言ったら小赤須貝とみかん屋は、うん、まあ、小赤須貝も師匠でみかん屋塩大師匠ですけど元は雑魚場師匠ですねあ両方とも、うん七段目はまあ完全にうちの師匠ですけどもそうですよね、うん、かっこいいですもんね、うん、七段目はねどれもお好きで
選ばれたって感じですか、慶次郎さんが好きだから。そうですね、まあまあ、ほんまに一番好きやからで選んだのは、まあ、一番みかん屋でしたけども。あ、そうなんだ。なんか自分の中で、初めてこうしっくりきたなって、自分に合うてるなって思えたネタやったんで。またその七段目と小赤すがいはその自分のものになってるかって言われたら、まあもうそれも未開も自分のものになってるかって言ったらおこがましいんですけども、まあとにかくまあこの七段目と小赤すがいはとにかく一生懸命順番に聞いてきた。みかん屋はどういうところがその自分に合ってるなと思った。なんですかね、まあ、ほんまに登場人物と自分がちゃんと重なれたかなって、うん、特にアホ、その登場人物のアホがですね、みかんを売る人ね、アホが自分に重なれたかなっていう。で、まあ、落語の中にはアホって行さん出てきますけども、あ、そうか、なんかこういう形でやったらええんかなって思えたのがこのネタでしたね。私は多分繁盛亭かなんかでみかん屋見させていただいたと思うんですけど。あ、そうですか、ありがとうございます。トップで出てこられた時にね、あの見させてもらったと思うんですけど、確かにあのみかん売るのになんか人の良さが出てますよね、うんうん、このアホってね、うん、なんかほんまに抜けてるのも抜けてるんだけど、なんかあ、ええ子なんやろうなっていう感じの人柄が出てる気がして、うんうんうん、ありがとうございます。確かにそれはなんか慶次郎さんっぽい感じがしますね。ありがとうございます。七段目はいつぐらいに習いはったんですか。七段目これは何年、なんか6年も経ったないか、あ、うん、5年ぐらい前で、うん、あの地震があった年でしたけどね、大阪で、あの夏に北部地震あった地震でしたけど、あの、うん、あった年でしたけども、これはもうやっぱりもううちの師匠って言ったら七段目っていうぐらいのねネタですんで、まあなんとかやっぱりその親子茶屋がまだもうちょっと、まだまだ届かないな、まあ、もちろん七段目もなんですけどもね、うんうん、まだその ネタとしても持ってませんので、なんとかまあこれで雰囲気がちょっとでもね出たらなと思いますし、はめ物が ね入りますけれども、すごく賑やかで楽しい、はい、歌舞伎をまだまだ全然よく分かってない時に七段目見て、なんかよく意味が分からなかったんですけど、まず七段目っていう言葉の意味も分からなかったんですけど、うん、この落語がとっても楽しいなっていうふうには思います。これがねやっぱり、ね、落語がすごいのか、まあ、さやさんのね見る感度もすごいのかなんですけどもね、うん、それがやっぱりすごいなと思うんですよね、うん、まあ、知ってたらより楽しめるネタではあると思うんですけども、うんうん、知らんでもなんか面白いっていうのが、うん、なんか面白い感じしますよね、うん、でやっぱりあの見た目も綺麗だし、肩、うん、みたいなのがね、やっぱその辺師匠厳しそうですね、まあ、そうですね、そうですね、うん、これもでもうん、そうか、そうやったな、そうやったな、そうやな。慶次郎さんも日舞やって一応うちの師匠と同じ、今同じところで、それこそうちの師匠のお母様があの若柳流 の、はい、あの名取でいらっしゃったんで、はい、その流れでちょっとおつながりがある方に妻つけお稽古つけていただいてます。あ、やっぱりじゃあ日舞やってる人はね、絶対七段目とかも綺麗にしはるでしょう。ねえ、ねえ、オカルのところなんか、うん、ねえ、自信ある。いや、まあ、自信はない。あ、ないですか、うん、鏡見て練習したりとかするんですか。まあ、これはでもした方がいいでしょうからね。あ、してる、うん、いいですね、楽しみですね。より一層楽しみになってきました。で、コアカスガイ、はい、鳥ネタですかね、はい、どうでしたろう。これはもう本当に、まあ、だから、うん、こういう人情もののお話であるというか、うん、まあ長、まあ、長考ってほどでもないか、うん、まあ、まあ、にやっぱり情がかかってくるお話っていうのはその人の解釈っていうのが大事ですよね、大事になってくるとは思うんで、うん、まあ、あのやって皆さん方に判断していただくですよね、うん、この解釈を、うんうん、こう思いながらやってますってわざわざもうこう、ね、うん、言わないでね、文字に起こしてね、うん、言うんではなくて、うんうん、ぐらいしかもう言いようがないですね。とにかくもうやっぱりネタですので、慶次郎さんご自身もお父さんでいらっしゃいますから、はい、こういうなんか小赤すがいとかってなるとちょっとまた見る目も変わってくるでしょうし、そのネタをね見る目も変わってくるし、うん、チャレンジしようって思う、あ、その時にはもうお子さんはいらっしゃった。あ、そうです、そうです、これは去年つけてもらったネタですんで。じゃあもうパパになってからのことですもんね。でもどっちかっていうと、うん、もうちょっとしんみりにもなりますけども、うん、僕が親というよりも、うん、僕が子供でその僕の両親のってことになりますね。うちも両親離婚してて、うんうんうん、で割とその僕どっちも好きな中でも、はいはい、あ、もう完全トラ
ちゃんやん、うん、ね、トラちゃんでトラちゃんでトラちゃんです、うん、トラちゃんでやってます、やったんで、そうやんトラちゃんやん、で結局、ま、もう父親は亡くなってるんですけどね、あそう、そない母親と父親がもう仲直りすることなく父親が亡くなってるんで、うん、あそうかそうか、余計にじゃあまたね、まあ、なんかこんなんやったらよかったのになって、ちょっとねそれを思っちゃうと、ね、うん、泣いちゃうよ、泣いちゃう、この話だけでも泣いちゃうよ、もういやそれちょっと重ねて聞くとまたこれ変わってきますね、そうだからほんまにねこれはもう、うん、だからあの当日客席に母親も来ますけども、母は来ますけども、多分これ母親の前で言うたらあかん、あのこのトラちゃんの思いが僕の希望やったかもしれませんみたいなこと言うたらあかんって、言うてるだけでね言うてるだけでもう涙出てきますから、あかんってっていうぐらいの気持ちでもやってる、そうそうですね、毎回泣いちゃうんちゃいます、そんな、いやまあまあそこまでただ なるべく思わずにね、なんか、うん、多分こうやったかなっていうぐらいで、うんうん、こうであってほしかったんやじゃなくて、なるほど、いやでももうそれ聞いちゃったからもうそういう目で見えますからねこれお母さんにもこの動画をちょっと送りつけようかなと思うぐらい、もうやめましょう、もうほんと冗談ですけどね、いやそうか、そういう思いがあって、うん、コアカスガイを選ばれたんですね、まあ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 、あの後付けぐらいの感覚ですけどもね、うん、まあそんなテレントねえ、いやでもたっぷり3席、はい、なんかそのきちんと大切にしてはる、もっとこうなっていきたいみたいな思いもある、そして自分と重ねてはるみたいなところが3席にあって、はい、でね、南亭さんもゲストで来られての、もう繁盛亭初めての回ですので、ぜひ皆さん遊びに行ってください。私この日夫誕生日なんですけど行きますんで、わお夫の誕生日なんですけど、それ差し置いて慶次郎さんの落語会行きますんで、はい、ぜひ皆さんも行ってくださいね。3月4日土曜日の夜6時開演で、天満天神繁盛亭です。前よりは2500円ですので、ぜひともぜひともぜひとも駆けつけてくださいませ。よろしくお願いいたします。お待ちしております。きっと楽しんでいただけるようにね、きっと楽しんでご満足いただけるようにね、はい、じゃあこれで思い残すことはございませんか。はい、大丈夫ですか。はい、もうあのあとは頭の中だけで勝手に収録しておきますよろしくお願いします。またね、遊びに来てください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。桂慶次郎さんでした。ありがとうございました。